今回はモード11.1で新たに追加改良された UV 周りの機能について解説していきます。UV 編集のレイアウトを見てみると、従来の UV のパレット、こちらが11.0のパレットになりますが、従来の UV のパレットと比較して、いくつかツールが追加され、またインターフェースもスッキリとした形になったのがわかります。 パレットには新たに分割と縫合というカテゴリーが追加されています。これまでも移動と縫合というツールがありましたが、さらに分割、分割と縫合といったツールが追加されています。これまでのバージョンでは UV ビュー上でエッジを切り離すということが簡単にできませんでした。 これを実現しようとすると、一旦ジオメトリーとしてもエッジを切り離してから UV を編集し、ジオメトリーを元に戻すといったような処理が必要だったかと思いますが、モード11.1からは、これを実現するために、この分割と包合ツール、こちらが用意されています。まずは単独の分割、このコマンドを見てみましょう。 このコマンドは実際のメッシュのジオメトリーに影響を及ぼすことなく UV を切り離します。例えば、エッジモード。こちらに切り替えて UV ビュー上でエッジを選択します。この状態で分割のコマンド。これを実行してみると、ポリゴンを動かしてみると、 エッジが切り離されているのがわかります。これはエッジモードだけではなく、ポイントのモード。例えばポイントを一つ選択して、これを分割。ポリゴンを動かして確認してみると、こういったように選択したポイントのところが分割されていますし、 ポリゴンモード。こちらで分割を行うと、このポリゴンが切り離されているのがわかります。このように、コンポーネントのどのモードであっても、ボタンをワンクリックするだけで簡単に分割処理が行えるようになります。さらに、インタラクティブなツールとして分割処理を行うことも可能です。 このインタラクティブなツール、それが分割と縫合ツールになります。これはペイントするようにマウスでドラッグしながらなぞった箇所のエッジというのが分割していくというものです。使い方はモードのペイントやスカルプトの挙動と同じく分割と縫合ツールを起動して右クリックで 影響範囲のブラシのサイズといったものを調整し、分割したいエッジ。例えばこの中心のエッジ。ここを切り離していきたければ、このまま左マウスでドラッグしていくと、こういったように次々とエッジを切り離していくことができます。切り離した時のこの感覚というのは、 え、プロパティの、この距離の値、これを調節することで、エッジの距離、この感覚、切り離しの間隔というのを調整することができます。このように分割したエッジというのは、シフトキーを押しながら、クリックしていくと、今度は、縫合していくことができます。 この、縫合する連結先をどこに置くのかというのを、え例えば平均として置いてあげるとえ、最初の状態と全く同じ状態でエッジを元に戻すことができます。このモードというのは、え分割、縫合といったこちらで切り替えることもできますが、シフトキーを使うことで、最初に、分割の時はこの紫のサークル、 こちらでエッジを切り離し、縫合するときにはシフトキーを押してクリック。このときには緑のサークルになりますので、こちらで同じようにエッジをなぞって縫合していくことができます。このように、 モディファイヤーキーを組み合わせることで分割と方向ツールを便利に使うことができますが、このモディファイヤーキーは UV に対するトランスフォームの切り離しのオプションでもサポートされるようになりました。例えば、この部分のポリゴン、このポリゴンを UV 上で動かしたいといった場合、 トランスフォームツールを起動して、普通に動かすと、このように、周りも連結して動きますが、切り離しのオプション、こちらをオンにすると、即座にポリゴンが切り取られて UV 上で動くようになります。ただ、プロパティで切り離しのオプション、オン、オフするのではなく、 シフトキーとコントロールキーを押しながら動かすと自動的に切り離しのオプションがオンになるようになりましたので非常に便利に使えるようになりましたこういったモディファイヤーキーの組み合わせによりさらにツールへのアクセスの手間をかけることなくより素早く作業できるような工夫というのがなされています